よし、来たということで、皆様、こんにちは。ムーンと申します。さて、今回、ファイナルファンタジー7の体験版来ましたので、そちらをやっていこうと思います。ただ、本編に引き継げないとの話なので、まあ、本編もちろん実況するんですけど、まあ、2回実況することになるかな。まあ、内容が同じであればね、ここから変更が入る可能性も全然あると思いますので、はい。ということで、まあ、早速やっていきましょう。もうね、超楽しみにしてるんで、あと1ヶ月ですね。はい。ちょっと、今か今かと思いながら待ってた矢先の急な体験版でしたので、はい、やっていこうと思います。では、行きましょう。ゲームスタート。なんかデフォルトでいいよね。難易度、ノーマルでいくか。ナイフセブンね、オリジナル版はもう実況しておりますので、動画もありますので、ぜひこちらをご覧ください。おっ、やっぱここだよな、最初列車のシーンね。旦那、私の。この辺はさ、なんかちょいちょいデモムービーみたいな感じで流れてましたよね。お、一番向こう。バレット、バレットめっちゃかっこいいよな。私 FF7 ね、去年初めて初見でプレイして、そこからめっちゃハマってね、サントラ買ったし、あとクライシスコアやりたくて PSP も買ったしっていう もうね、本当に心打たれた大好きなゲームなので、もう超嬉しい。バレット。止まれ。よし、何者だ。出番だ。お、早速戦闘か。戦う剣で、剣による攻撃が四角ね、四角を長押しすると周囲の敵の範囲攻撃を放つことができます。うん、ブレイブモードっていうのがあるけど。侵入者、おとなしくしろ。なるほど。るわるよし、オッケー。あ、じゃ、クラウド
のレベル7ってFF7 だからかな。一番の頃の爆破までだけ確かできるのが、まあそんなに長くないけどね。何事だ。はいはい。おい、止まれ。ご苦労様。樹脂も可愛い。よし、お、アクティブタイムバトルゲージ、ATB ゲージ。時間経過や四角で攻撃をすると、なるほど、ゲージが溜まると2段階前溜めることができる。はい。好きにしろ。はい、ATB コマンド、ATB ゲージを消費することでアビリティ魔法アイテムなどのバトルコマンドを使うことができます。ほう、じゃあまるでコマンドいくか。あ、なるほど、アビリティ、あ、ブレイバーバーストラッシュ、はい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 、でマジックファイヤー、アイテムアポーションもあるね。じゃあアビリティ使う、ブレイバー、じゃあ B に入れる。お、いいね。あ、まだいる。よいしょ、近くで攻撃ね。よし、でメインメニューとマップ、フィールドではメインメニューやマップからさまざまな情報を確認することができます。はい、オプションでメニューで、タッチパッドで地図か。はい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 、 OK。 オートアクション、おー、自動でジャンプやくぐうな。なるほどなるほど、わかりました。ちょっとマップストーリーの現在目的地や地図の確認が、あー、目的地出てくれるの超ありがたいですね。で現在地はここで、ここが目的地か。なるほど、バレットたちに続こう。なるほど、でオプションで、これがメニューか。なるほど、バイナウって、ああそう、私まだ買ってないんだよな。そうそう、買わないとな。マニュアル、マテリアはまださすがに出てこないか。あ、でもね、セブンスヘブンまで行かないと多分出てこない。やめろ、作戦通り、さすがスレイヤー。よし、行くぞ。ガードと回避、あ、バツね。R1 ガードで、罰で回避。あー、なんかこの辺の間にクライシスコア思い出すな。はーい、じゃあガードしてみよう。なるほど、あ、3人いるやん。いていて、オッケー、よいしょ。早くなんかティファとかね。オッケーオッケー、いろんなメインキャラも操作してみたいですな。こっち、よし、調べる、話しかける、三角で宝箱を開けたり、人に、三角なのね、丸じゃないのね。ホールドと表示されるときは長押し、はーい。あ、じゃあ早速あるやん、三角。クラウドが宝箱開けてる。敵どっかに隠れてそうだな。あ、これもか。よいしょ、お、手榴弾。お、やっぱいいなこのミッドガルーのさ、あの、なんだろう、アンダーグラウンド感、あの夜が似合うみたいな、そういうのめっちゃ好きでさ。シンナボックス、シンナボックス見つけたら四角で剣を振ってみましょう。箱の中かポーションのアイテムやマジックポイントを回復する魔法石が見つかることがある。へえ、シンナボックスだって。シンナボックス、あ、これね、はい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 、でこれもそうか、シンナボックス、オッケー。で、ソルジャーが何だってうちらの仲間になるの？その人キャリアを捨てるわけ？名前なんだっけ？元ソルジャーだとよ。うん、名前はクラウドストライフ。武装路線で行くとなればプロフェッショナルの参加は不可欠だ。俺は歓迎するね。勝手に仲間にするな。仕事が終われば他人だ。
ちょっとめんどくさいやつか。そう、フリーの傭兵さんなんだよね。頼っていいっすよね。あ、この手には話しかけられないんだ。ほう。どうせ俺は基本となっちゃう。っていうか、出場種目が違う。よし、行くぞ。バレちゃん。ただの金目当てならここまで来ないっすよね。クラウドさんだって星の未来を思う気持ちは俺たちと興味ないね。出た。やっぱ笑っちゃう。興味ないね。ウェッジ。高い金払う。がっかりさせんじゃねえぞ。よし、行こう。私はこっちから来たわけか。いや、なんかいろいろうろうろしたくなんなこれ。下降りるか。どこ？ターゲットロックオン。お、R3でロックオン。あ、ダクソと一緒だね、ここ。なるほど。じゃあこっち。いてててててて、犬がいる。ファイヤー使うか。ファイヤーボーン。いてててて。次はあんた。次はお前だ。出た、アビリティ。アビリティ使おう。オッケー、強いな。回避を忘れちゃうね、私。回避とガード、まあ、いつものことなんだけど。おほー。クラウドさん、リフトで上に待ってるっすよ。あ、はい。暗いから、あ、たしなボックス。よし、オッケー。よし、MP 回復で、これか。上に上がって、あ、ああ、よかった。いや、なんかね、こうデモ版やることで操作性分かった状態で本編プレイできるか、そこはありがてえかな。お、ここね。よいしょ、こっちだ。こっちだって言いながら私はこっちに行きます。よいしょ、シナボックス。カーバコねえかな。じゃあ先行くか。うん、はい。おお、三体。立てる相手。ガードしながら。受けてやる。ふう、受けてやる。オッケーオッケー。犬硬いな。コマンド使うか。さよなら、まっちゃん。ブーン。オッケー。進む。よいしょ。お、モーグリメダルってなんぞ。モグリメダル、大事なもの。モグリが彫刻されたメダルです。コレクターに人気らしく集めた。へえ、コレクション要素か。ほう。これなんかポーションとかエーテルとかさ、なんかスーパーマリオ RPG みたいな感じでさ、なんかあのこういうビジュアルですよみたいな感じで出るといいなって思うわ。なんか好きなんだよね、こうアイテムとかの公式さんの描写っていうか。
スーパーマリオ RPG のなんかハニーシロップとか超美味しそうでさ、来い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 、よいしょ、よいしょ、 OK。 お、宝箱見っけ。なんか多分なんか1時間ぐらいなんだよね、多分このデモ版。他の方の配信見てないんだけど、なんか尺的に大体みんな皆様1時間ぐらいだったから、まあ20分ぐらいで今回終わらせとこうかなと思ってるんですけど、よし、 OK、 一番急げ。クラウド、こっち、走れ走れ。ああ、ここね、ついに来た。なんかマップで見覚えあるわ、オリジナルの方と。よし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 。いやー、これさ、セブンのグラフィックからこう忠実に作るの大変だったろうになー。よし、一番向こうろ。泣く子の腕さえひねるソルジャーといや、シンラの番犬。マコーロは初めてじゃねえんだろ。俺をマコーだまりのブリッジまで案内してくれ。教えたくねえってか、シンラに未練たらありじゃねえか。中堅スタッフかよ。拒否したって意味ねえぞ。もともとお前抜きで立てた作戦だ。マコーロは建造された時期によって構造が違う。この形式は初めてだが、なんとかなるだろう。あ、いろいろちょっと会話が挿入されてるのも熱いね。ていうか、なんか最初のムービーでさ、エアリスの鼻踏みつぶしてあったと、私もう呪い殺したくなるんだけど。ということで、じゃあ今回はここまでにしておこうかなと思います。やばい、トムかっこいいなぁ、ほんと。ビッグスウィッチジェシーもいいですよね。なんかやっぱ、こう、3D で動いてるのを見るのだけでも感動しますわ。はい、ということで、じゃあまた次回で過ごしていただきありがとうございました。